トロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄好きなトロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。ですね、今回で鉄道日トーク100回なんですけども、特に100回で、やるネタが思いつかず、散々迷った上に、諦めて何もしないで普通にやることにしました。なので今回普通にやります。で、ですね、まあ、前回、南紀の方に行くと、まあ、紀伊半島の新宮の方に行くという話を、したと思うんですけど、熊野かな。うん。まあ、まずはその時の話からしたいと思うんですが、まあ、もともと、ツールド熊野の中継が毎年あって、まあ、そのために、押さえた、ワイルドビー南紀の切符だったんですけども、まあ、それが中止になり、で、とはいえ、ワイドビュー南紀2両編成のうちの、先頭車の、最前列が取れたので、これはちょっと、この席をキャンセルするのはもったいないということで、もうこれを使って行ってしまえということでですね、行ってきて、まあそれで新幹線で名古屋まで行って、で、それから、南紀の、に乗ったんですけど、予約した段階では、いいご予約か、JR 東海、今、いいご予約をね、使えるようになっているので、JR 西日本の予約システムですけどね。あれで、南紀の指定席を取ったときは、2両編成の先頭っていう風になってたんですね、その車両は。なので、すっかりそのつもりで行って、ホームに上がって見てびっくり、なんと3両編成でした。で、しかも取った指定のところは、先頭車でも何でもない中間車っていうね、もう全く意味がないっていうことに愕然としたんですけど、まあでもそこまで来て、もう改札も取ってしまってるし、ホテルも取ってしまってるので、まあしょうがないから、乗るかと。で、自由席が、後ろ向きの、だから最後尾の車両が自由席になってたんですね、それで。で、自由席の最後尾の車両の一番後ろの席は空いてたので、とりあえずもうそこに座ってしょうがなく。で、まあ、形式としても貫通扉のない方の、パノラマ型のというかね、車両がついてたんで、まあ、とりあえずそこから後方展望を楽しもうかと。で、まあ、で、もともと考えていた、まあ、全面展望で考えていた、まあ、撮影もしようかなと思って。で、一応まあ、後方展望で動画撮ってみたんですけど、やってみて分かったんですけどね、キハ85は全面展望を撮るのに向いてないですね。広角ズームが何倍か使えるビデオカメラだったらいいんですけど、まあ、結局その、客席と運転席を仕切るところの、まあ、ガラス、に、まあ、iPhone をぺったりくっつけて撮るような格好になるんですけど、まあ、どうしてもパノラマ型の先頭車、キハ85の、ちょっと出っ張ってるあの形だと、窓まで遠いんですね。なんで、iPhone だと、iPhone Pro Max の 2.5 倍ズームにしても、もうすごい小さいというか、ほぼなんか、運転席を撮ってるみたいな感じになってしまってですね、ビデオカメラじゃないと無理だなということなんで、まあ、結局もう、まあ、途中で諦めてですね、まあ、取らずに、まあ、後悔もすることもなく、ね、アップすることもないっていうことでですね、まあ、諦めまして、まあ、取ってきてないです。なんで、まあ、もうデータ負けしたかな覚えてないんですけどね。うん。なんで、まあ、ちょっと、もし、何機で全面展望を取ろうとしたら、ビデオカメラ、ね、10倍ズームとか使えるようなビデオカメラ用意しないと、どうもダメみたいですね。うん。まあ、そんな感じなんで、まあ、まあ残念ながら全面展望も後面展望も撮ることはできなかったんですけれども。まあでもそんな感じで一応キー勝浦まで乗り通して、まあね、キハ85に乗っておくっていう意味はありましたからね。来年になると、ワイドビュー南紀に HC85 が入ってくるので、まあ全部置き換えにはならないにしても、まあひょっとしたらキハ85に乗る機会がもうなくなる可能性もなくはないので、まあそういう意味もあって、まあ乗ってくるというのもありましたんで、まあとりあえず、南紀の、終点の紀伊勝浦まで乗ってきました。毎回新宮で降りてしまうんで、
非勝浦まで乗り通すの初めてなんですよね。うん。なんでまあね、なかなか、こういう終点まで乗る機会ってなかったので、まあ、ね、これはこれでまあ、良かったかな、ということと、あとはまあ、その中の、もう一つの計画というか目的として、秘境駅の秦洲に行くっていうのがあったんですけど、まあ、そちらの方は無事に行ってこれまして、まあ、ちょっと天候が怪しかったんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、蓋を開けてみたら、そこまで大雨でもなく、まあ、パラパラたまに降ったり降らなかったりっていう感じだったので、まあ、予定通り、秦洲に行ってきまして、で、まあ、そこは動画撮影なんかもやってきまして、まあ、まだ、公開はできてないんですけどね、YouTube の方では。うん。まあ、そのうち時間を見て、おいおい、公開していこうと思いますんで、またそちらの方はね、公開できたらお知らせしていきたいと思いますね。まあ、そんな感じで、これが6月の2、3、4か。もうだいぶ前の話、3ヶ月前の話になるんですけど。で、まあ、その後は、まあね、今年も結局なんだかんだで、ロードレースの中継は、ほぼ全滅になってしまい、一時はニセコクラシックを撮影、中継に行くっていう話も出てて、ひょっとしてこれはいけそうかなっていう感じもあったんですけど、まあ、そこから新型コロナがまた蔓延し始めて、結局北海道も緊急事態宣言に入ってしまいですね。まあ、結局はまあ、ニセコクラシックもまあ中止になってしまって、まあ、その仕事もなくなってしまったので、まあね、ちょっとそれは残念だったんですけどね。で、まあ、そんな感じで、まあ一時北海道行くかみたいな話になったんですけど、中止にはなったんですが、そうしたらですね、また全然また別の角度からニュースが出てきまして、宗谷本線の秘境駅、まあ、去年の7月に、行ってきまして、今年の春に配信になるところは全部乗ってきた。乗ってきてとか行ってきて、まあ、動画撮影もしてきて、まあ、まだ上げてないやつもありますけど、いくつか YouTube にも公開してるんですけどね、動画の方を。その時には、地元が、管理費を負担するっていうことで、廃止しないと言っていた、宇多内っていう駅があるんですけど、稚内から南に90キロぐらい下ったところ、うん、に、ある宇多内なんですけども、これがですね、まあどうも地元の、お年寄りの方たちが旭川の病院に行くために必要だったということで、まあ地元の中川町か、中川町が、維持費負担するから、まあ廃止しないということになってたんですけど、まあ、その後、まあ、このお年寄りたちが病院に行くのに、隣の手塩中川までタクシーで送迎する算段がついたと、いうことになったそうで、まあ、手塩中川は特急停車駅なんですよね。で、前回も、行った時にちょっと寄ったんですけど、結構いい駅で、カフェコーナーがあって、ワイファイもあったりして、宗谷本線の名寄り北の駅ではもうなんか、唯一のオアシスみたいなところになってるところなんですけど、まあそこまで、タクシーで送迎する算段がついたので、もうそっちを利用することにするので、宇多内は廃止にしたいですと、いうふうに中課長がですね、発表しまして、来年の春に、宇多内は廃止になることになりまして、今更言うなよと思ったんですけどね。しかも、せめて1年前に行ってくれと思ったんですけど、どうしようと考えたんですが、まあ、ここまで散々、廃止になる、宗谷線の秘境駅に行っておいて、まあ、このままみすみす廃止になるのを黙って指を加えて見ているのも嫌だし、もうしょうがないから行こうかなと。ただ、来年の春に廃止になるっていうことは、まあ3月廃止になるとしても、3月とか2月とかにあのあたりに行くともう本当にまだ下手したら雪が降っていて、気象状況によっては命に関わるぐらいのことになりかねないので、気温とか雪の降り方によっては、もうとてもじゃないんですけど冬には行けない。で、10月に入ってから行くのでも結構気温下がっちゃうんですよね。うん。9月の気温と10月の気温と調べてみたんですけど、稚内周辺で。もう結構一気に全体的に気温が何度か下がるみたいな感じで。で、まあ結局いろいろ考えた末、もう9月中旬に行こうということに決めまして、急遽計画を立てまして、で、
もうこれ、これが配信された直後になるんですけれど、9月の、14日からかな、北海道に行くのは14日から、9月の14日から9月の20日まで、北海道に行ってきます。緊急事態宣言も出てる中、行くのかという話もあるかと思いますが、その点も、そういう批判もあることも含めてトータルで考えた上で、でも今行くしかないなと。うん。いろんな条件を考えると、まあ今行くしかないなっていうことでね、まあやっぱり行くことにしまして。で、まあせっかく行くので、もうこうなったら廃止予定があるなしに関わらず、宗谷本線の秘境行きはもう全部行ってこようと。行ってないところ全部行ってこようということで、まあそのように計画を立てまして。で、行くのが7駅あるんですけれど、?8 駅か。8駅あるんですけど、その宇多内ですね、配信のある宇多内。あと、下沼。それから南幌延。おさしま。あと、手塩川温泉。それと、初野。地北。みずほ。この8駅を全部、行ってくることにしました。で、たまたま、それぐらいのタイミングで、まあ、近々この数字、来週ぐらいまでに、東京でちょっと、仕事で出張で行かなきゃいけないのもあったので、まあ、せっかくなんで、その出張と合わせて行ってこようかっていう感じに、形で計画を作りまして。で、まあ、それも、結構意外と、なんだろうな。宗谷本線の秘境駅に行くと、まあ、名寄とかあの辺、もう宿があるところが決まってるんで少ないので、名寄あたりに泊まざるを得ないですけど、途中どっかで。結構名寄のホテルに安いところが空いてなかったりとかですね。うん。稚内も結構手頃なホテルがもういっぱいで取れなかったりとか、まあ、直前だっていうこともあるとは思うんですけど、それにしてもこの世の中でそんなにみんな旅行に行ってるのかっていうね、いうことも考えながらなんですけど、結局なんで、まあ、だいたい11月出発から13日出発の間で、静岡出発ですけど、自宅出発ですけど、11月出発から13日出発の間で考えて、で、まあそうするとそれによって帰ってくる日がだいたい18日から20日ぐらいとかに間になってくるんですけどね。うん。で、その中でホテルの空き具合と、あとなんだ。帰りの飛行機の空き具合。これも、このタイミングで行くと帰ってくるのが、18、19、20のこの連休に入ってるんですよね。で、18とか19だったら、午後に、まあ、新千歳とかを出て羽田に帰ってくるような便の空きもまああるんですけど、20日になると全然空いてなくて、特に20日の午後とかになってくると、もう新千歳羽田便は全便満席。まあ、アナですけどね。ユナイテッドのマイレージで行くので、に限っての話ですけど、まあでも、他の航空会社も買わないでしょうけどね。LCC ももう、結構高くなりますし、当然連休なんで。直前ってこともありますしね。なんでまあ、それが取れないんで、どうしようかと。で、本当は帰り、新千歳からじゃなくて、帯広から帰ろうかなと思ってたんですよね。最終的に、まあ、後でプランはまたまとめて言いますけど、最終的に新徳まで行って、新徳から、千歳の方に出て、千歳がまあ、札幌で泊まって、新千歳空港から入ってくるか、帯広まで出て帯広空港から帰ってくるか、どっちでもまあ、そんなに変わらないみたいな感じだったんで、それだったらまあ、散々行ってる新千歳に行くよりも、行ったことがない帯広空港から帰ってこうかなと思っていたんですけど、結局まあ、帯広からだってまあ便数も少ないこともあって、空席がなくてですね、飛行機が取れなくて。で、まあさっきのホテルの都合とかいろんな条件も含めた上で、決まったのが13日に、自宅を出て、そのままその日は仕事先に行って、で、13日夜は、東京に泊まり、14日に羽田空港から稚内まで飛ぶと。で、ずーっと北海道にいて、で、20日に、新千歳空港から帰ってくるという工程になってるんですけど、まあ、さっき言ったように、その、
新千歳空港の午後便が全然空いてないわけですよね、羽田行きの。で、まあ例によって私は起きるのは昼過ぎとかが一般的なんで、もう朝9時とか8時とかそんな早朝に乗れるわけもなく。で、なんとか、せめて昼ぐらいに空港を出る便で帰れないかと、探しまくった結果、新千歳空港12時発の中部国際空港行きの穴が一席だけ空いてて、うわ、もうこれしかないなと思って、それを抑えてですね、なんとか帰って帰りの飛行機も確保できたので、まあ、この工程で行く形になりまして。で、まあ、全体言いますと、とりあえず13日の午後に、まあ、新幹線で、東京向かって、まあ、そのまま仕事場に直行して、仕事をしてきまして、で、まあ、その晩は、都内のホテルに泊まります。で、14日の火曜日に羽田空港2時発の、新千歳空港行きですね。NH67 便か。7878だからドリームライナーか。今あれなんですね、稚内行きの、羽田空港から稚内行きの直行便とかが運休してるんですね。もう穴が、とにかく全体的に本数をめちゃめちゃ減らしてるので、今静岡空港も穴は一切発着してないという状態なんですよね。8月31日までは、那覇便も新千歳便も飛んでたんですけど、9月は全便運休になるらしくて、もう静岡空港は穴は使えないという状況にまたなってしまったんで、まあそんな感じで便数減らしてる関係で、羽田から稚内に行くにも新千歳乗り換えになるという形になるんで、新千歳で25分あって、そこから、稚内駅の、4843便?まあ、運行はウィングスなのか、うん、ボンバルディア、ダッシュ400ですね。最近なんか、ボンバルディア、ダッシュ400ばっかり乗ってる気がしますけど。うん。まあ、またしてもこれに乗って稚内空港に着くと。で、稚内空港に着くのが4時55分で、で、それに接続する空港バスが5時発で、5分で間に合うんかいなと思ってるんですけど、一応これが接続バスになっていて、他にも選択肢はないんで、これに乗らざるを得ないんで、まあ飛行機が遅れたら遅れたりバスは待ってくれるんでしょうけれど、ここでまた一つ問題があってですね。北海道内の切符で、前も使ったアナ北北海道フリーパスを使いたいんですよね。で、まあ前回っていうかそのなんだ、去年、宗谷本線に気象駅に行った時の、まあ、工程を説明した時の切符地のコーナーでも言ったと思うんですけど、このアナ北北海道フリーパスっていうのが、条件が、あってですね、まず、アナで、まあ、北海道に入ってきて、まあ、指定の、駅で購入するということ。まあ、新千歳とか、旭川とか、あと、稚内方面で言うと、稚内と南稚内では買えるんですよね。で、ただし、アナで、アナに乗ってきたその当日、だ乗った日じゃないと購入できませんと。で、使えるのは、購入した日当日かもしくは翌日なんですね。なんで僕のパターンで言うと、14日の火曜日の夕方に、まあ、稚内空港に着くんで、で、その日のうちに、南稚内か稚内の緑の窓口に行って、花北北海道フリーパスを買って、翌日から使うっていう状態で切符を買えばいいんですけど、なんと、稚内も南稚内も6時前に緑の窓口が閉まるんですね。飛行機が5時に着くのにせめて6時半ぐらいまでやってくれよって思うんですけど、だからまあ予定通り7時発の空港バスに乗れたとして、多分南稚内の駅前に着くのが5時25分とかそれぐらいなんですね。稚内の手前で、稚内の手前に南稚内に泊まるんで、で、まあ、ホテルも南稚内の近くなんで南稚内で降りるんですけど、予定通り行ったとして、バスが南稚内駅前のバス停に着くのが5時25分くらいで、で、南稚内の緑の窓口が閉まるのが5時50分とかなんですよ。
これちょっと遅れたら、アナキタ北海道フルパス買えないじゃんとか思ってるんですけどね。それを果たして大丈夫なのかっていうか、もうちょっとここはなんとかしてほしいなと思うんですけどね。まあそんな感じなんで、アナキタ北海道フルパスが買えるかどうかっていうのはちょっと微妙なところではあるんですけど。まあ計算したら、アナキタ北海道フルパスが最悪買えなかったとしても、普通に切符を買ってもまあ、フリーパスを使った場合と比べて3000円ぐらい高いとかそれぐらいで収まりそうなんで、まあ最悪買えなかったらしょうがないから普通に切符を買おうかと思っているんですよね。で、北海道全体のフリーパスはもっと高いので、アナキタ北海道フリーパスの2倍ぐらいの金額になるんですね。アナキタ北海道フリーパスが 13,000 円ちょっとなんですけど、北海道全体が使えるやつは 27,000 円ぐらいして、まあそこまでではないし、まあ日数的にも、アナキタ北海道フリーパスは4日間、北海道全体が乗れるフリーパスは1週間有効なんですけど、まあそこまで長くもいけないので、まあ、アナキタ北海道フリーパスを使うか、まあもしくはもう普通に切符を買うかっていうどっちかで考えてます。まあそんな感じで、予定通り行けば、南稚内に、5時半前に着いて、まあ、急いで駅の緑の窓口に駆け込んで、アナキタ北海道フリーパスを買って、あとは南稚内の駅前のホテルに泊まると。これが14日の火曜日ですね。で、翌15日水曜日、まあ、ここから、秘境駅周りが始まるんですけど、まあ、なんせ、普通列車が1日、上り3本、下り3本しかなく、しかも早朝、昼ぐらい、夜の3本で終わりみたいなね。で、そんな中で、まあ僕のルールとして、乗る方か降りる方、片道は列車じゃないといけないという、縛りを自分の中に持ってるんで、まあタクシーとかをあとは使うしかないんですけどね、効率よく回ろうとしたら。じゃないと、僕のルールで、鉄道だけで行くと、日があるうちに、秘境駅に行こうとすると、もはや一日に一駅しか行けないみたいなことになるんですけど、さすがにそれ厳しいので、まあ、あんまり安くはないですけど、タクシーも使っていこうということで計画立てまして、まず1日目の、秘境駅周り1日目の15日水曜日、南稚内10時32分発の普通な夜行きで下沼に向かいます。本当はこんなに早く起きたくないんですけど、これ逃すともはや夜しかないみたいなことになるので、しょうがないんですけど、で、1時間くらい普通列車に乗って下沼に着いて、で、列車を待っていると夕方になるので、タクシーを使うしかないんで、まあタクシー、ね、ホロノベのタクシー、多分去年もお世話になったタクシー、もう、で、確かあそこ、タクシー1台しかなくて運転手さんも1人しかいないんで、同じタクシー会社の同じ運転手さんにお世話になると思うんですけど、これ。また来たんだみたいな。まあ、覚えてるかどうかわかんないですけどね、その人が。うん。まあ、下沼のタクシー、下沼に、まあ、ホロノベのタクシーに来てもらって、12分ぐらいかけて、まあ、多分、3、4000円かかるのかな。で、隣のホロノベまで移動すると。うん。で、ホロノベを、13時57分の特急サロベス4号で、手塩中川まで行って、そこからさらに、タクシーを、一駅、乗ってですね、宇多内まで行くと。一駅って言っても8キロぐらいあるんですけどね。それで17時53分発稚内駅の普通に乗って、宇多内から帰ってくると。で、まあ南稚内に着くのは19時44分なんで8時前ぐらい。これでこの日は日程は終わりですね。で、下沼と宇多内の2駅に行けると。で、翌日、また同じ南稚内10時32分の苗出駅普通。もうこれしか選択しかないんで。毎日同じ列車に乗るんですけれど。で、この日は、南ホロノベと、お刺島に行きます。南ホロノベまで1時間半くらいかかって、苗出駅普通で南ホロノベに行きまして、で、まあ、撮影などが終わった後、またホロノベのタクシーに来てもらって、で、またホロノベから、特急サルベス4号に乗って、もう列車がね、決まってくるんですよね。もう同じパターンしか取れないっていうね。本数が少なすぎて。で、前日は手塩中川まで行ったんですけど、今度はおといねっぷまで行きます。
で、おといねっぷからまたタクシーでお刺島まで行って、お刺島を、17時9分の稚内駅普通に乗って、手塩中川まで、行き、で、手塩中川から、特急宗谷に乗って、名寄に向かいます。で、この日は名寄に泊まるという格好になりますね。まあ正直この2日間でタクシー4本乗るんですけど、このタクシーも本当に思った通り来てもらえるかどうかっていうね、問題があって、多分、まあホロノベもそうですけど、オトイネップのタクシーとかも1台しかないとか2台しかないとかそういう世界じゃないのかな。なんで地元の方がね、使われてるのもあるでしょうから。ちょっとまあその辺不安なところはなくはないんですけど。でもタクシー来てもらえなかったら全部破綻するよな。うん、なんで、ね、正直そういう後編を、その辺はね、ちょっとドキドキはあるんですけどね。まあちょっとね、計画が狂わない範囲でタクシーに来てもらえることを祈って行くしかないんですけどね。まあそんな感じで、まあ、名寄に泊まりまして。で、翌日17日金曜日。ここからまた名寄に2泊するんで、名寄が起点になるんですけど、17日金曜日は、行くのが、初野と手塩川温泉。この二駅になりますね。でね、名寄まで来ると、名刺バスっていうね、路線バスがあるので、で、それが温根内まで、まあ、ほぼ、宗谷本線と並行して走ってるんで、まあ、この名刺バスがあるんで、こっから先はタクシー使わなくて済むんで助かるんですよ、すごく。まあね、去年の計画立てた時に分かったんですけど、この名刺バスの存在が大きいですね。うん、これがあるおかげで、まあ、比較的、まあ、お金もそんなにかからず、まあ、予定も組みやすく、まあ、ひょいひょい回れると。まあ、とはいっても列車の本数は変わらないんで、まあやっぱり1日2駅しか行かないには行けないのは変わらないんですよね。うん。まあでもまあ、助かりますね。まあそんな感じで17日金曜日、名寄駅前を12時30分発。ここでやっと昼ぐらいまで寝れる状態になるんですけど。名寄駅前12時30分発の、名刺バスの温根内行き。多分去年もこれ乗った気がするな。で、終点の温根内まで行きます。前回も温根内まで乗ったような気がするな。あ、でもあの時は、途中で降りて、一駅寄ってから温根内まで行ったから、一本のバスに終点前に乗り通したわけじゃなかったかな。かもしれないですけど。まあいいや。で、そんな感じで温根内に着くのが1時間ぐらいで、まあ13時25分。これ結構際どいんだけど大丈夫かな。バスが温根内駅前に着くのが13時25分で、で、普通の名寄駅が13時35分で10分しかないんですけど。まあ、あそこ渋滞するような場所じゃないから、多分、下手したら装着するぐらいかもしんないんで、まあ、よっぽどのことがない限り、バスが列車に間に合わないことはないとは思うんですよね。か、それかあれか、温根内から名寄、温根内から乗る列車が名寄駅で、要は戻る形になるので、戻る形に乗って初野まで行って、初野で、まあ降りるんですけど、もしなんかバスがあって、温根内まで行ってたら間に合わなさそうだったら、初野に近い駅でバスを降りて、そっから歩いて初野に行けばいいか。うん、なんでまあそうですね、なんか、不測の事態が起きてバスが遅れてもまあ、なんとか、救済策は立てられますね。で、まあ、初野では2時間近くあるので、で、また初野から列車で、次の手塩小川温泉まで行くので、まあ、最悪バスで初野に行くことになったとしても、まあ、問題はないだろうと、思いますね。で、まあ、15時33分、初野発の、普通、おとぎねっぷ行きに乗って、手塩小川温泉まで20分ぐらいで着きます。で、手塩川温泉では2時間10分あるのか。まあ、駅名になっている手塩川温泉。手塩川温泉駅から1キロくらい歩いたところにあるのかな。うん。なので、まあ、できたらここは手塩川温泉に日帰り入浴していきたいなぁと思ってはいるんですけどね。うん。
まあ撮影とかの時間もあるのと1キロ離れてるからちょっと行けるかどうか、なんとも言えないところなんですけど、まあせっかくですし、本当はあれなんですね、手塩岩温泉って宿泊施設もあるんで、こんな状況じゃなかったら手塩岩温泉のに泊まるっていうのも考えられたんですけど、どうもホームページ見ると今、まあこんなコロナ禍の世の中で緊急事態宣言も出てるんで、でも宿泊はやってないみたいで予約は全部取れないような感じになってるので、多分日帰り入浴のみになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな感じで、もし行けたら手塩岩温泉で温泉に入ってくるかもしれないですが、それで手塩岩温泉駅に戻ってきて、18時5分発の名寄り駅普通で、1時間ぐらい乗って名寄りに着いて、また名寄りに泊まると。これが17日金曜日ですね。で、次18日土曜日。この日が、水穂と地北に行きますね。名寄り11時1分発旭川駅普通で水穂に、まあ、15分くらいで着くんですけど、で、こっから、近くに31線っていう名刺バスのバス停があるんで、そこまで歩いて、まあ、水穂で滞在時間が1時間弱ぐらいなんで、まあ、あんまり時間的余裕はないんですけど、12時10分発の名刺バスに乗って、風電っていうね、JR の駅まで、隣の駅かな?隣の駅まで行き、で、16分乗り換えで、快速名寄駅、これで、まず、名寄りに戻ると。で、名寄りに戻ってくるのが12時39分。で、2時間ぐらい待って、今度、稚内行き、普通に乗って、地北に着くのが、まあ、20分ぐらい着くのか。15時19分。で、ここが多分最長になるんですけど、地北で3時間20分待ちます。で、地北で3時間20分待った後、折り返し、名寄り駅普通、18時39分発の、名寄り駅普通に乗って、名寄りに宿地に着くと。で、さらに、20時32分発の特急宗谷に乗って、旭川に、9時半ぐらいに着いて、この日は旭川に泊まるという予定になっています。これもなんか前やった気がするな。宗谷で9時半ぐらいに旭川に着いて、ホテルに行くみたいなね。そしたら、なんだ、この時間だともう確か、今営業時間変わってるかもしれないですけど、当時は、旭川の駅前にあるイオンが10時までしかやってなくて、ホテルチェックインしてゆっくりしていたら、もうなんか、イオンに行く時間がないみたいなことになるみたいなね。なんかそんな記憶があるんで、多分その時も、特急宗谷で旭川についてホテルにチェックインした気がするんですけど、果たしてこの時は、イオンに行けるのかどうなのかっていうね。どうなんでしょうね。11時までやってくれてるとよりいけるんですけどね。10時だときついかもしれないですね。で、そんな感じで18日土曜日は、旭川に泊まります。で、ここまでで宗谷本線の飛行機は全部訪問終了という形になるんですけど、ここまで行ったらもう一箇所行きたいところがあって、根室本線の富良野から新徳の間の、東鹿越なんですよね。ちょっと前の台風だかなんかの災害で、今、東鹿越と新徳間が土砂崩れかなんかで普通になっていて、東鹿越新徳間は代行バスで運行されてるんですけど、ひょっとしたらこのまま廃止になるというか、廃止になる可能性が高いんじゃないかな。ここも本当に JR 北海道が廃止したいっていう、もう採算取れる見込みがないんで廃止したいっていう候補に挙げてるところなんで、さすがにもう復旧しないで廃止になる可能性が高いと思うんですけどね。まあ僕は以前この区間は乗ってはいるんで、未乗区間ではないんですけど、とはいえ当時はそんないつなるかわからないみたいなことは全く考えずにぼーっと乗ってたので、正直全然沿線の印象がないんですね。沿線風景とかの。なんで、まあそれと、まあそれと合わせて、まあそうすると、あの区間が廃止になると、東鹿越が、飛行機なので、代行バスの発着に、上にはなってるんですけど、飛行機なんですね、ここも。うん、なんで、まあこの東鹿越に今来たいので、
まあこの日からシカゴを翌日は目指します。19日日曜日になるんですけど、本当は滝川から乗りたいんですけど、滝川からにするとめちゃくちゃ乗り継ぎが悪くて、しかも朝9時台ぐらいに乗らなきゃいけないので、ちょっと厳しいのと、まあ、滝川から富良野は特に JR 北海道を廃止したいって言ってないので、まあちょっと今回は、いいかなということで、旭川を、出発して富良野線で富良野に向かいます。旭川11時33分発の富良野行き普通で、富良野に12時42分。1時間ちょっとですね。で、1時間半ぐらい待ち時間があって、東シカゴ駅の普通。で、東シカゴへに、まあ、45分ぐらいなのかな。東シカゴへまで45分ぐらい。で、着きますね。で、これに接続する代行バスはすぐ出るんですけど、そのすぐ出る代行バスに乗ってしまうと東シカゴで何もできないので、ここで1本落とします。なので、乗るのは2時間半後の新徳行き代行バス。17時37分発ですね。で、新徳に着くのが18時46分。これ代行バスだけど1時間ぐらい乗るんだな。結構乗りますね。あ、ちなみに、この日はもう穴北北海道フリーパスは有効期間が終わってるんで、この日はもう普通に切符を買う形になりますんで、旭川から千歳までの片道乗車券を買うのか。うん、そんな形になりますね。なんでまあ途中下車する格好になると思うんですけどね、途中駅では。でまあ代行バスが新徳に18時46分。で、1時間くらい待って急行十勝、15、札幌駅。で、泊まるのは、札幌じゃなくて千歳の近くのホテルに泊まるので、千歳って言っても空港の近くって意味じゃなくて、千歳駅の近くのホテルです。空港のホテルに泊まると一泊1万何千円とかとんでもない金額になるので、とてもじゃないけど泊まれないので、うん、本当は空港泊まりたいとこですけど、そこはしょうがないんで諦めてですね。まあ、なるべく安いところで泊まりたいので、調べてると、まあ、千歳が、まあ、比較的空港から近くて、まあ、5、6000とか、そこそこの金額で泊まれるホテルがいくつかあるので、まあ、千歳にホテルを取ったんですけど、まあそんな感じで新徳から千歳を目指すんですけども、特急トカチは南千歳に泊まるんですけども、千歳には泊まらないので、南千歳でトカチ15を降りて、7分待ちで快速エアポートに乗り換えて、千歳に着くのが21時50分。まあ10時前ですね。で、ここからホテルにチェックインすると。ただこれ日曜日なんで、トレンドウォッチの収録が10時半からあるんですよね。これは、まあ、予定通り行けば別に間に合うけど、結構なんかあって、トラブルあったりとかして、時間かかると、うん、結構ギリギリだよって思ってるんですけどね。なんで、19日日曜日のトレンドウォッチが、時間になっても始まらないとか、始まったけどタラケンがいないと思ったら、ここで何かしら、乗り継ぎとか列車の運行上、列車が遅れてるとか、なんかトラブってると思ってください。まあ、そんな時は、ツイッターとかフェイスブックに何かしらつぶやくとは思いますけどね、うん。そんな感じなんで、若干そこも心配はあるんですけど。まあそんな感じで、一応工程は終わりで、あとは翌日、20日、月曜日祝日に帰ってくるということで、新千歳空港12時ちょうど発、中部国際空港行きの、NH706 便、安心と安全の737-800 ですね。もうなんか、これ、この、機種を聞くと、なんかめっちゃ安心するみたいなところがあって、もう静岡に来てるのが、もうひたすらこの737-800しかないんで、もう、これまで死ぬほど乗ってるんですけどね。うん。もはやあまりにも737-800に乗りまくりすぎてて、海外のよくわからない NCC でも737-800だったらなぜか安心感を得るみたいな感じになってますけど。まあそんな安心と信頼の737-800で、中部国際空港に着くのが、13時45分。まあ、ここからはもう時間的にも余裕だし、特に、今、列車の時間とか決める必要もないんで、まあ調べてないんですけど、まあ、まあいつものパターン通りに行くと、名鉄で、神宮前まで行って、さらに、神宮前から豊橋まで行って、豊橋から新幹線かな。
うん。名古屋まで行くと、まあ、大回りなのもあるし、名鉄の名古屋から新幹線の名古屋まで遠いんですよね、乗り換えがね。で、さらに高くもなるので、まあ、時間的にも余裕があるんで、おそらくは、豊橋まで名鉄で行って、豊橋から新幹線っていう形で帰ってくるんじゃないかなと思いますね。そうか、そうすると、うまく展望席に乗ると全面展望が取れるのか。まあ、それもあるけど、そこまでやる気が残ってるかどうかわかんないですけどね。うん。というような形で、20日の午後には静岡に帰ってくるという予定になっています。なので、またそんな感じで、来週は、北海道のね、宗谷本線近辺とか、の、まあ、駅だとか、列車だとか、そういったものが、まあ、Twitter とか Facebook とかね、SNS の流れ行くと思いますんで、まあね、よかったら、まあ、その辺見ておいていただければと思いますね。まあ、動画撮影は YouTube 用にはするけど、まあ、今んとこは特に生中継はする予定はないので、多分やらないと思うんですけど、まあ、もしやる気が出てきたら、また SNS で告知はします。まあ、多分やんないんじゃないかな。うんうん、と思います。という感じでですね、まあ、急遽北海道行きが、決まったというお話でした。まあ、今回は、キプチのコーナーお休みですんで、まあ、このまま終わりますけれども、まあね、まあ、先ほど最初の方でも言いましたように、結局もうツールド沖縄も早々と中止が決定し、他の、やりそうだったロードレースの中継も、ね、ことごとく中止になっちまったんで、今年もロードレースの仕事はもうないのかな、多分。その可能性が非常に高いですけど。山口のあれとかはできないのかな？ダウンヒルとか。あの辺だったら山口は緊急事態宣言は出てはいないから、マンボウも出てないんじゃないかな？ねえ。なんで、その辺で10月ぐらいとかだったら、ね、山口のダウンヒルとか、あと秋吉台のやつとかね。あの辺ぐらいはやれても不思議じゃない気はするんですけど、特に今のところは BGA からそんな話もないんで、予定はないのかな、うん、どうなんでしょうね。まあ、まあ、非常に個人的な都合なんですけど、なんだエクスプレス予約のポイントが結構溜まってて、もう1000ポイント以上溜まってて、で、本当はもう去年の6月の段階で無効になる予定だったんですけど、まあ、こんなコロナ禍なんで、まあ、各社やってると思いますけど、ポイント有効期間延長とかされてて、来年の6月まで、延長されてるんですけど。まあ、この1000ポイントをできたら、望みのグリーン車に使いたいんですが、望みに乗る予定がないっていうか、用事がないっていうかね。まあ、そもそも静岡にいるんで、望みが止まらないんで、望みに乗ることが滅多にないんですけど。うん。で、なおかつ長距離で使えた方がいいんで、距離に関係なく1000ポイントで、1000ポイントになるので、望みのグリーンに乗るのに。うん、そうすると一番いいのは山口で中継があるときに山口に行くときに新幹線で行くことにして、そのときにエクスプレス予約のポイントを使って、望みのグリーンに乗るっていうのをね、ずっともう1000ポイント貯まった時点からそれで使えないかなって思ってるんですけど、そのタイミングでコロナ禍に入ってことごとく大会がなくなるみたいなね、うん、なので果たしてこの1000ポイントは来年6月末までに使い切れるのかとか、まあ小玉とか光でも使えるんで、800ポイントで光のグリーン車で600ポイントで小玉グリーン車か、まあでも小玉グリーンだったら別に小玉早徳に使えば3日前までに使えば通常の料金プラス400円ぐらいでグリーン車乗れるんで、わざわざポイント使う気もあんまりなんないし、まあ光もあんまり使うこともないし、そもそもね、そういう中継でもなければ光に乗ること自体も東京とかしか乗ることはないので、距離非常に短いというか乗車しか短いって、なんかそこで800ポイント使うのももったいないなみたいな感じもしてですね、できたらなるべく長距離で新幹線で、しかも望みで移動するっていう機会があるときに、まあ使いたいなと思ってるんですけど、まあ果たしてそれは叶うのかどうかっていうのはね、まあ今後のこのコロナの状況と、まあ、ロックオンの受注によって変わってくるというような感じになってますね。
はい。まあ、そんな感じなんで、まあ、急遽北海道行きは決めましたけど、今のところその後は、まあ、仕事で東京に行くってのはちまちまやってるんで、まあ、これまでも何回か東京に行って一泊して帰ってくるとか、二泊して帰ってくるとかってのは、まあ、あるんですけど、まあ、さすがにこんな世の中なんで、あちこち行き回るとかいうことにも、まあ、ね、しにくいので、まあ、あんまり、こう、大回りとかせずに、まあ、帰ってきてる状況ですね。まあ、一回だけ、だいぶ前の、ここまでコロナがひどくなかった時に、帰りに甲府経由で帰ってきたのがあったか。だから、あずさで甲府まで行って、特急富士川で帰ってきたことはありましたけど。まあね。まあ、そんな感じなんで、まあ、行くとしても、まあ、東京ぐらいとか、それぐらいかな、今のところは。なので、あんまり、今年はまだ、遠出の予定は、見えてこないですね。うん。なんで、まあ、またそんな感じで、なんかしたら遠出する予定ができたりとかね。まあ、あとは、ワクチンも、まあ、僕はもう2回接種終わってるので、まあ、ね、今のところワクチンパスポート的なものとか、そんなものがあれば、海外渡航も国によっては認めるみたいな話もなってきているのでね、出ては来ているので、ひょっとしてまあ、海外に行ける状況になったら、まあ、ひょっとしたら、自主的にどっか遊びに行くかもしれませんけど、まあ、それはちょっとまあ、ね、世の中がどうなるのかとか、そういうのによって、変わってくるんで、まあ、今のところはまあね、特に目的は海外に行ける状態では全くないですからね。まあ、その辺は果たしてどうなるかっていうところですね。はい。じゃあ、そんな形でとりあえずですね、北海道の秘境駅、行ってこようと思いますんで、また、ね、まあ、次回配信いつになるか分かりませんけど、またその時の話もできればなと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。あと、まあ、YouTube の方ですね。まあ、これもちょっと最近また手が止まってしまっていて、動画のアップができてないんですけど、まあ、そういった秘境駅の、動画についてはアップするとしたら、タロケンレイルウェイの方にアップされますが、あと、まあ、それとは別に、まあ、前から言っていますけど、うちの自宅からですね、新幹線ライブカメラ静岡という YouTube チャンネルで、東海道本線と東海道新幹線のライブカメラを出しています。まあ、なかなかね、ユーザー登録者数が集まらなくてですね、まだ500人いってないかな。始まって1年ぐらいになるけれど。なのでちょっとこれをね、なんとか1000人にならないかなと思うんですけどね。なんで、まあ、ちょっと、まだ、ユーザーと、チャンネル登録していない方がいらっしゃいましたら、ちょっとご協力いただければということで、鉄道ライブカメラ静岡で検索してもらうと出てきますし、まあ、あと、鉄道日トークのホームページの方にもリンクを貼っておきますんで、まあ、もしよければ、チャンネル登録、ご協力いただければと思いますね。というところで、終わりにしましょうかね。じゃあ、ということで、お届けしました、鉄道日トークでした。それではまた。